Jo, hi, zurück zu Lost Judgment. Wir sind hier jetzt vor der Kanzlei. Lass mal reingehen, weil wir wollen sie hier abgeben. Besser reingehen. Genda Hauritz-Jimusho war 弁護士 datta koro no ore no furus. Shochou no Genda-sensei wa oya tomo ieru sonzai no hito de Kamuro-chou no juunin ni mo nagai koto tayori ni sarete iru. Genda-sensei, あれ、お一人ですか。うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。どうです、八神の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。そうですね。源田先生、少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか。オフスパスにゃ。おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。Mir sowieso langweilig, ganz nicht langweiliger werden. Okay, so, dann gehen wir wieder, oder? 珍しいですね。源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？ああ、まあ、ある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして、殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。ん？それって痴漢ってことですよね。ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから。世も末よ、テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ。ああ、そういえばありましたね。ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに、被告人が記憶にねえの一点張りでよ。この人、電車の中でずっと触ってきたんです、スカートの中。違う違う違うってんだ。おいおっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐに分かんないよ、バカ野郎。やめろ。おい、何撮ってんだ、ふざけんなこの野郎。もう少し姿勢を正した方が。ふん。その態度でいいことは一つもないです。今さら、どうせもう判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに、本当印象悪いですよ。印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。え？さて、ここからが本番だ。ご起立ください。
ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君に風呂のいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はサジを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。いや、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから。そろそろまた新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。まったく聞きやしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。Ah, let's go, dann gehen wir mal raus. Kaito-san, der schon wartet. Sorry. Oh. Wir sammeln alles auf. Yo, Sonja, ich geh, Tabo. Ich geh, Machi no Bottaguri-Ten wo Osoji si ni ne? Ach ja, richtig.ああ、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。ここだな。お前がケイコちゃん連れ込んだぼったくり店は。そうだよ、だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。へえ、そんなに怖いのその店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どの道女を食い物にするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ、杉浦からだ。なんだよ、このタイミングでか。すっごけんな、ったく。いや、久しぶりだな。そうだね、話すのは半年ぶりくらい。元気だった？ああ、あのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、八神さん。実は僕、この間からつくもくんと新しく探偵事務所立ち上げたんだよね。ん？おい、ちょっと待った、なんだって？探偵になったってことか、お前が。そう、横浜でね。一応八神さんに遠慮してカムロ町は避けたわけな。話がいろいろ急だし。それにつくもくんとって、あのつくも？他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。それにあの人なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよタボ。で、今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い、その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ。終わったら後で話すよ。え、何なの？教えてよ。お待たせ。じゃあいいな、行くぞタボ。
Moin. Kosuke, どういうことかまず説明しろや。店長。いえ、あの。浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえその声、さっき電話で話したやろうか。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか、昔松金の組長が面倒を見てたっていう。ほら見ろな、カムロ町でうちの名前知らねえなんざ、モグリよ。はあ。ちなみに俺はその松金組にいた。帰ったそうだ。お前も話には聞いてる。有名だよな。まあそうかな。松金の海斗といや、おつむの弱さで知られてる。こそ泥に首の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあ、ほっときなって。クソが。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。そうかよ、やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板書ってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ、あ、コメント、ちょっと待った。八神氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から八神氏にガチャ切りされたと聞きまして。何か気を悪くされたのですか。僕はもう心配で心配で。ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなのいいって。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス、それが社会人の礼儀、人間としての常識。わかった、じゃあ後で聞くから。後でというとこちらからかけ直すべきでしょうか。だとするとおよそ何分後にかければよいか。で、どこまで話したっけ。ふざけやがって。そりゃねえだろう、タボン。てめえらぶっ殺してやる。あ、こん、八神さん、海藤さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで
払わされた分全部戻ってきたって？そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。そうでしたね。は？いや冗談ですって冗談。ったく。でぼったくりの連中は結局どうだった？連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。コウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも怖いですね。カムロ町いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ、ケイコちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？なんでですか？ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと、今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと事態に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか。甘いな、まだどうにもなってねえよ。あの二人は近くで見てりゃわかる。それも年の功ですかい？おう、俺はお前らよりよっぽどバカず踏んでんだ。松金のおやすさんと一緒に。ああそうだったな、松金はヤクザ、俺は弁護士、裏と表って別の世界の人間だったが、この神室町で精一杯生き抜いてきた、いわば戦友だ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえす。じゃあ俺らももう行きます。そうか、お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。ご起立ください。Jetzt bin ich ja mal gespannt. では、判決を言い渡します。主文、被告人、江原明宏を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて、初犯なのに執行猶予もなしですか？ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。いや、aber nicht。立ったままで聞きますか？裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか？はあ、何を急に、何の話ですか？分かりません。まだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越場博と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっと能々としていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。
静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。あの弁護人、これはどういうことですか？Absolutely. これはそのあの久々に仕事したな俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。だよ、あのクソゲークリアできるかってえの。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。ウサバラシに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。Falsche Wahl. Komm, lass uns sie mal aufmischen. Wie viele? Flup, flup, weg sind sie. Okay, aber was wollen wir? Wir wollen zum Detektivbüro Yagami. Lass uns das mal machen. Upsi, Entschuldigung. Ganz eilig. Was ich sensationell finde, ist, dass die Karte mitdreht. Alles richtig gemacht, Leute. Oh, dann lassen sie auch noch aufmischen. Hey, kleinen Äffchen. Okay, so, und hier ist ja, dachte ich zumindest, bin komplett falsch. Oh, eine Querstraße weiter. Na gut, komm. So, angekommen. ここが八神探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。Dein Partner, Junge, nicht dein Assistent. この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ。意外にハイテクも駆使する。まあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイル。Okidoki, ich würde mal sagen, wir hängen hier jetzt ein bisschen ab und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Okay, alles klar. Bis dann. Ciao.